プロスビーシ緊急プロスビーということでですね、こちら車の中です。悩みに悩んでどうしようかなーって考えながら、もう時は過ぎ、あと1日で10月8日までに決めないと終わっちゃう、この自チーム OB 狙い撃ちスカウト、どうしても影武さんと高橋由伸さん、山崎武さん欲しい、アーティストでミパドーチどうしても欲しい。なぜかっていうと、まずこちらを、まあ、こちらね、ちょっと撮ってたやつなんですけども、ちょっとご覧ください。はい、ということでですね、まさかのズレータかぶり、これはきつい。ズレータかぶるかって、12分の1でもう一回ズレータかぶるかっていうってなった時によ、めっちゃ考えて自チーム OB 狙い撃ちスカウトガチャやっちゃおうということで、2万円分の買ってきて、まあ自分で食べたねエナジーもあるんですけども、2万円分買ってきて、それで勝負しようと。この掛布さんと高橋由伸さんがどうしても欲しい、その中でまず掛布さん欲しい、岡田さん持ってるから、バース掛布岡田のね打線も組みたいからね、まず掛布さん行きましょうね。これで引けるかどうかね、いくらかかるんやっていうね。でもよ、俺見たんだよ、YouTube VIP さんすぐ来てたよ、比較的。でも100連は行ってたね。100連は行ってたけど、まあまあ、トントンって来てた。しかも20% の A も引いて。で、俺今、掛布さんの 20% 一人しかいないから。そこら辺もね、A、引いて行きたいよね。とりあえず2万円分。6回か。全部で。さあ、ね、さ、でまあ、引けなかったらもっとやるけどね。とりあえず2万円分で、最低でも一人当たってほしい。で、もう一人は、当たった度合いで考えよう。ね。掛布さん、まず欲しい。レッツゴー。第1回目。さあ。ノーマル。まあ、一発目からさすがに来るわけないか。でもこういったところでしっかり 20% の A の掛布さんを引いて、まあ、極めに持っていくためにやっていきたいよね。さあ。当たんないね。笑って。うん。ないね。渡辺。バンド。マッチ、渡辺、梅野、高橋、伊藤光、福田、高橋で、高橋を、チェーンウェイ、ユニフォーム違い、あ、ユニフォームじゃない、ユニフォームは一緒。こういったとこで A 引いときたいよな。さあ、2回目。何もない。寂しい立ち上がり。これはどれだけかかるんや。もう村上の時の10万円はマジやめてくれ。あれはマジきつかった。村上取るために俺もなんであんなにやったんやろうって今も不思議だよ本当に。平田、宮城、ライデル・マルティス、影岡さん、 B、 ブラッシャー、浜口、石川、森、頼む A の影岡さん、銀次、もう A の影岡さんも引かれへんやん。さあ3回目レッツゴー。お、星出てるだけ。さあ、レインボー、レインボー、レインボー。ああ、何もない。腰だけ、何もない。わあ、当たった当たった当たったこれ確定。でもなんか途中で阪神とかあるから、これ最後までいったら確定。確定、確定さん。3回目で。まさかの。やめてよ。B、確定さん。最後まで。最後まで。最後まで。さあ、来たー、確定さんだー、ゲッチュー、影さんゲッチュー、3回目でいいね、いいね、いいね。これはもう確実に3回で影さん来ました。でも A の影さんいけなかったけど、3回できたら十分でしょう。さあ、ということでね、1万円分のエナジーで影さんいい感じ、早めに終わったんでね、次高橋由伸さんいきましょう。さあ、
Gチームをジャイアンツに変えて、由伸さんでレッツゴー。さあどうなの、あ、ダメ、まさかそんな何回も当たんないか、何回もね、笑ってなし、中村重信、村上、松井、伏見、高橋由伸さん、 B 岡野、バーヘーゲン、伊賀、来い、そっと、さあ2回目、何もいかんないね、ほんと。カモン。ああ、当たんない。カモン。柴田。中村。カモン。吉田亮。浜田。高橋由伸さん。若月。鈴木誠也。マルチネス。ほい。A の吉野さんも来えへんやん。さあ3回目、これがとりあえず2万円分の課金で言うとラストか。お、調子くん、わー、来た、確定確定確定、これで 30% 30% レインボー 30% 当たれ当たれ、あー、でも S 確定よ、 30% で1チーム。吉野さん吉野さん吉野さん、おまり近くだ、来い、やーっ、え、そ、聞いた聞いた、来た来た来た、あとあと、おーし、おー、 A の吉野さん、オッケーオッケーオッケー、聞いた聞いた来た来た来た、いいね、これ車の中だけど、もう何やってんねやこいつって言われちゃう。きっちり6回で加計さんと吉野さんの2枚取り、いいね、この G チーム OB 狙うちスカウト超有料、すごい。これね、まあコナミさんからの案件じゃないんですけども、まあ、VIP さんもすぐ引いてたし、俺もすぐ引いてた。多分今日7日中に出るかな、この動画がね。もし出てたらよ、あと1日ある、もし欲しい人はやった方がいい。この後ね、アニバーサリーあるけど、いいねこれ。俺はこっちだって、すぐ来る、すぐ来るよ欲しいの。俺山崎たけしさんも行きたいけど、なんか沼ったら嫌だけど、明日まで考えよ、ギリギリまで。もし気分乗ったらたけしさんも取りに行こう。アーティスト三馬道地三人衆ね。しかし今回久しぶりに神回神動画、里崎の強運ありました。これから解説に行ってきます。気分よく行きます。ということで皆さん、結構いいですよ